はい、久々の登場でございます。桜小橋ブラザーズでございます。桜小橋ブラザーズフロム京橋。はい、こんな感じで、チャオトゥッティ。じゃあ、始めます。押してるそうなんで。倍速で行く？倍速で。レーバーって呼ばれてます、はい、そんな感じでね。レーバーについてやってる、はい、別に話すことは決めてへんんですけどね、ちょっと曲のね、次の曲に行くまでちょっとお時間がいると思いますので、桜小橋っていうのがね、1号線ずっと
あっち東の方行きますとね、東の田の交差点を過ぎてずっと行きますと、桜小橋の交差点がありまして、そうですね、府庁会館ですね。はい、さすがミスター藤寺何でもしてますね。そうそう、あそこにね、今ね、エディオンとかライフがあるんですけど、トールちゃんどこで練習するって言って、涼しいとこがいいな、じゃあライフの2階のベンチのとこでやろうかみたいなね。で、何ユニット名何するみたいな、ええんちゃう桜小橋の交差点やからっていうことでね、桜小橋ブザルダスというね、下回っておりませんけども、こんな感じでね、全国行ってみますか。やったっけ、今が昭和生まれですから、みんな知ってるでしょうけどね。もっと素直に僕の愛を信じてほしい、一緒に住みたいよ、できるものならば、何か君にやきもち、そして疑うなんて、君だけに本当の心見せてきた。会えない時間が愛育てるのさ、目をつぶれば君がいる。友達と恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気、よろしく哀愁。君が泣くと人が見ているじゃない、二人のアパートがあればいいのに、お互いの優しさを出し合えるのさ、疲れた日の僕をそっと眠らせて、会えない時間が愛育てるのさ、目をつぶれば君がいる。友達と恋人の世界を決めた以上、もう泣くのも平気、よろしく哀愁。友達と恋人の境を決めた以上、もう泣くのも平気、よろしく哀愁。はい、ゴイロウさんもよろしく哀愁です。1974年です。あ、すみません、ミスター藤寺さん、ありがとうございます。この曲のね、作詞が安井和美さんって言いまして、まあね、加藤和彦さんの奥さんであった人なんですけども、当時この方の作詞は、まあ、沢田研二ですとか西城秀樹ですとか郷ひろみさんですとか、まあ、郷ひろみさんだけさんつけてるけどもね、こんな感じでこの時代のちょっとね、売れっ子の作詞家の方で、まあ、もう特になくなりましたけども、ちょっとこの方の生き方がすごくかっこよくて、ちょっとで、この人の本を読んで、この人のこんだけ の歌詞を、まあ、竹内まりさんの不思議なピーチパイのこの人の歌詞なんですけど、ね、まあ、それはどうでもいいんですけども、次の曲行こうか。次の曲はね、ちょっと20分ぐらいかかるよな。トールちゃんちょっとね、汗かきなんで、ちょっと一応これね、ショートしたりしてほしい。いつもね、トールちゃん汗かく。トールちゃん汗いっぱいかいてんで。
そんな感じで、あの僕の方が汗かいてます。それでは
はい、星のかけらはまだちょっとね時間早いですけども、まだ時間ないですよ、あと10分ぐらいだからそんな感じで、トールちゃんがちょっとねずっと東京に転勤で来てた間ね、東京に転勤してて、はい、6月に大阪に戻ってきたので、はい、こんな感じでねやっていただけるようになりましたんで、よかったね、よろしくお願いします。よかったね、京橋帰ってくるね、はい、もうね、あの京橋のね、あの立ち飲み屋街の外れに、あの木村屋っていうねしょうもない店があるんですけども、トールちゃん、毎夜行ってますからね、毎夜。一応月曜日休館日やったっけ？今はね、日水浴休館。あ、日水休館ですか。はい。偉い。はい。はい。前にね、ここでやった時にね、あの白おばちゃんからちょっとサインしてちょうだいって今日はね。さあ、こんな感じで。はい。割と今日はスローテンポな曲ばっかりですね。そうですね。はい。そしてまたスローダー、これはね、ちょっと今回初出しの初出しですよ、初挑戦ですね、はいはい、初出し、中出しちゃいますよ、わかりますか、わかりますか、はい、弾いてる弾いてますねいいトン、はいさて、言いますか、トルちゃん、はい、夢でもし会えたら私から遠く離れているけど、会いたくなったらまぶたを閉じる。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。紫色した深い海に落ち込む私は駆け出してあなたを探して夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。夢でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。夢でもし会えたら素敵なことね、あげるの早かったんちゃうか、そのまま続けてやる。でもし会えたら素敵なことね、あなたに会えるまで眠り続けたい。北県方、シャレなようになりますけどね、こんな感じで、じゃあここは俺汗拭いてるから、
暑いな。はい、そんなクソ暑いな。皆さんよく見てるね。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you, thank you。次の曲で最後の曲。はい、最後ですね。真面目に最後の曲を歌いましょうか。これちゃんとね、あの南吉高さんのライブに対してね、あのビルボードライブで CD 買ったら、あの本人さんがちょっとサインもらえるみたいなんでしょ。あれでちょっと南吉高さんに、あの皆さん、それちょっと僕ライブで歌わせてもらってるんですっていうのをちゃんとあの宣言してきましたので、公認ではないです、非公認ですけども、はい、一応宣言した、宣言しました。そんな感じで言います。壊れてませんって一応なんですけど、マイクは壊れてるんです。Thank you.